はい、今回は覚醒日の神、そして覚醒閻魔武士にゃんキリンでぬらりしんとバトルしたいと思います。妖怪ウォッチ3寿司の限定ダンジョンです。この間みたいな、神 VS 神みたいな、覚醒 VS 覚醒っていう感じかな。ぬらりしんもさ、ぬらりひょんの覚醒バージョンだからね。神妖怪で撃破なるか。そして覚醒日の神をパーティーに入れてると全てマップが見えるという。ワナミエールと合わせて使うともう完璧じゃん。さあ行ってこい、行くぜ。オーケー、神の刃三段攻撃受け取れ、これをくれてやる。なんかこうアイテムが増えてるの、それどういうこと。アイテムが勝手に増えてんのかな、もしかして。地形を忘れてしまったってなってるけど常にマップは表示されている。覚醒日の神かっこいいからめっちゃヘビロテしてしまうわ。神の刃、階段が遠い。ぬらりしんも何回もバトルせんと仲間にならへんからな。またこれアイテム増えてるんかな。そうでもない。はいマジモード発動してる。亀の山5回ぬらりしんとバトル、あ、ちょっと待って。宝箱オープン、必殺の秘伝書。はい、亀の山5回いきます。ぬらりしんと対決。うわ、覇王閻魔玉とか持ちたいな。あ、じゃあ覇王閻魔玉じゃなくてなんだっけ、なんとか極滅派か。神の刃、そして三段攻撃。神の刃ブシューン、そいや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 、ぬらり。覚醒日の神も必殺技まだ無理か。三段攻撃でかい、ぬらり神でかい。怖っ、武士にゃんがやられた。後ろから攻撃、髪の毛ロン毛のぬらりしん。必殺技打ちて、もうちょっとで勇気たまりそう。あ、しっかり当てていこう。正面のところで魔眼極滅、あー避けたちょっとのズレで当たらないという。覚醒日の神の必殺技当たるかな。メガヒットンレビーム、あんま立てないっぽい。神の刃、神の刃、三段攻撃とかができるのか。ヌパーツゲット。神妖怪って時間経ったらなんかアイテム想像するのかな、謎なんだけど。ぬらりしんとのバトル2回目、果たして仲間になるか。経験値9000、極楽玉。なかなか、しかしまだだな。私はいつでも待っている。